老婆三体その一、老婆と水道おばあちゃんおばあちゃんってばぐいぐいと肩をゆすられて村井家の老婆はふっと目を覚ました七十五になる中風のおばあさんひざの上に本をひらいて メガネをかけたままいねむっていた。おばあちゃん、あたちにメガネ勝ちて。孫娘のきみちゃんは祖母の肩に両手を置いていった。どうします、メガネなど。あたちね、お針仕事するの、糸が針に通らないのよ。ハハハハ。 廊婆はほほえましげな声を立てた右半身が中風でよく言うことを聞かないかろうじて歩けるが使うのには左手が便利だ左手を不器用に動かしてメガネを外した「あらおばあちゃんこのメガネ壊れてるどうしてなの?」「あたち、おめが痛いの?」 見えないわ。鼻の突破しへ老眼鏡をかけて一生懸命糸を針のめどに通そうとする孫娘に老婆はもう一度声を立てて笑った。<laughs> <laughs> とそこへ村井夫人がすらりと現れた美しいがやや剣のある顔。 どこかへ訪問にでも出る前なのか黒ちりめんの紋付きに革のオペラバッグ艶やかな髪が波を打っているまあきみこさんはおはりなんぞ持つんじゃありません村井夫人は不機嫌であるきみちゃんの手から針と糸とを取り上げてしまったおばあさん気をつけてくださいよ 子供に針なんぞ持たせて危ないじゃありませんか。い,いえねえお前、きみこがあたしのメガネを貸してくれって言うだろう。は <laughs> いいえ、困ります。おばあさんはいつでも不注意なんです。おばあさんが針を出してやったのでしょう。村井夫人はきっと言って、それでも娘のエプロンをちょっと直してやって。 やがてその場から姿を消した。午後2時老婆は茶の間でうつらうつらまた居眠りを始めていたゴトンという音で半分落ちかかった顎をガクンと振って目を開く茶の間に続いた台所へ午後の日がいっぱいに差し込んで流し元にはおかっぱ頭孫娘の肩まで見えた おばあちゃん、おばあちゃん。はいはい、なんですえ、きみこさん。あたちネギ切ってもいいわね。おやおや、今度はお料理なの。おいた押してはいけませんよ。うん、あたちネギ切んの。ネギを一本、左手に掴んだきみちゃんはまな板の上にそれを載せて。 司祭らしく小首をひねる。何と思ったか水道の栓をねじったピタピタたたきが低いので水の音は高い老婆はなぜともなく昔を思い出したあそこの流し元に自分も幾度座ってお料理をしたことかあの方はお惣菜の難しい方だった おにいらないと黙ったままで箸を置きなすったこの家で昔のままでいるのはお台所だけだ嫁もよくあそこだけ手をつけずに置いてくれたふと気がつくみちゃんはどこから探し出したか踏み台を持ってきた棚の下にそれを置いてよちよちとよじ登った 棚の上の上がキラリと光る。廊婆は「あっ」と声を立てた右足を不自由に引きずって廊婆は流し元へやっとこさ身を運んだドタン公ちゃんが踏み台から落ちるのとすっと空を切ってデバが落ちるのとそして廊婆がばったり倒れるのとが狭い場所で同時に起こった わあみちゃんは声をかぎりに泣いたおおどれどれ老婆は言おうと思ったが口がきけなかったもがいて起き上がろうとしたけれどできなかったあ,ああそんなふうに声を立てたあおむけに倒れたのが水道の下で 叩きにぺったり背をつけて顔の上から水道の水が落ちたダダダダ,ダダ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 水は簡単なく老婆の口へ落ちていた十五分後に村井夫人が帰宅した時小さいきみちゃんはまだ泣いていた母親の顔を見ると余計に泣いた どうしたの、君子さん。ああなたおててを切ったのね。あらまあひどい。折り悪く大きな子どもたちは皆学校に行っていた。女中の一人は外へ出て、一人は夫人がお供に連れて行った留守中の出来事。みちゃんの小指は根元からぷっつりと切れていたのだ。で、 台所の流し元にもうすっかり冷たくなっていた老婆については村井夫人も村井氏も老婆が孫娘に怪我をさせた申し訳に覚悟の自殺を遂げたものとしか信じられなかったわけであるお葬式は翌々日に行われたその2老婆とアンテナ おは64である田舎で生まれて田舎で年を取ったつい去年までは稲子機のお手伝いをしたほどで大変丈夫なおばあさんだ指などは細かい百姓よりずっとしくれだって太いくらいだある晩総領夫婦と口争いをしたお医師の方に理がなくて たちまちま言いまかされる。そのあげく東京にいる二番息子のぺ平が恋しくなってどうしても東京へ行くと頑張り始めた「聞く、お前が言いすぎただおっかさまの前に手をついて謝ってこい」そういう声をふすま越しに聞いてお医師は余計顔を張った総領の嫁が 丁寧に謝ったけれど聞かなかった。何ね、わしは謝ってなどもらいたくはござんしねおお菊には理屈があるでな、わしが負けたことにしておきますだ。ねえ、おっかさま、わしも言いすぎたし、菊だって悪い。菊にはわしがあとでよく言い聞かせるで。もうそんなに大きな声をしねえでおくれや。 大きいのは地声でござんす。悪かったらわしが謝りますだ。親に謝らせたらお前も気持ちがいいずら淳平のところへ行けばな、お前様たち夫婦は気楽になれるで。まあそう止めずにおいてくんなんしょう。淳平のところへはまた暇になったらわしが連れて行きます。おっか様はまだ汽車に乗ったことはねえし。 危ないずらに。い,いえわしだって一人で行けます。こんな家にはもういっときでもおることはできましねえ。お医師はちょうど淳平から「東京見物に出てこい」という手紙の来ていたおりでもあるし、いっそう気が強くなってこう言い募ってしまった。そんねに言うならあすにでも出かけるがいいだ。 大きく淳平のところへ電報を打ってこい母明日一番で立つこう打つのだとうとう総領息子も腹を立ててこう言い捨てたまま奥の部屋に入るで次の日の朝お医師は信玄袋を肩にして汽車に乗り込んだのである汽車に乗ってしばらくすると おは少し悲しはなくった。初めての一人旅というばかりでなくなんだか途方もない失敗をしたような気がしてきたもうぺ平のところへ行きっきりに行っていようという気もあって善光寺参りの費用のつもりで蓄えてあった200円も持ち出して当分いるだけの着物も持ってきたがだんだん寂しくなる いっそ次の駅から切符を買い替えて家へすぐ帰ろうかある時はそうも思ったくらいだが総領の嫁の子にくいことを一生懸命思い出してはその清朝に打ち勝とうとした三十五銭の弁当を買った頃はそれでももう東京の方が近くなったお弁当のお茶の残ったのを ちゃんと始末して信玄袋に入れてしまうと、なんだか妙に気が落ち着く。淳平のところへ、とにかく行ってみた上で、それから帰ったって言いいずら。そう思って、窓から移り変わる景色を眺めるだけの余裕ができた。そして、いよいよ東京へ着いてみると、お医師はほっと安心してしまった。 純平は昔ながらの愛くるしいえくぼを浮かべて自分を迎えてくれるし寄せやなにわ節もすぐ近所にあった天丼というごはんは見たことも聞いたこともないほどおいしいものであった記者の中でなぜあんなに気わいことを考えたかお医師は時々自分の心をおかしく思っただが お石のこの喜びは長く続かなかった10日20日1か月の終わりになるとお医師は東京に飽き飽きしてしまったなぜといって淳平が外出するとあとはお医師一人きりである田舎と違って無駄話に来てくれる人もない淳平が帰るまでじっとしているよりほかないのであった それにもっと悪いことがあるお医師が淳平に気を許せなくなったことだ「おっかさん今夜会社の人たちが集まって宴会をやるんですがねお金を貸してくれませんかええ10円いるんです」淳平が最初にそう言った時は10円の会費は少し過ぎると思ったけれど 持ってきた200円のうちから快く出してやった「おっかさん今度県人会があるのですがね5円ばかし貸してください今月末には会社のボーナスが出ますしおっかさんにもお小遣いをたくさんあげますよ」2二度目にも快く出してやった「なんだかんだ」と言って淳平の手へ およそ50円ほども渡してしてまったが月末になってもボーナスはどうなったのか淳平は3日ほど家へ帰らなかった心配していると4日目の朝になって淳平は青い顔で帰ってきた「おっかさんすみませんボーナスがあんまり少ないのでやけを起こしてしまったのです堪忍してください」 その代わりにねおっかさんがいつも留守の時は退屈だっておっしゃるからラジオを買ってきましたよお医師はあきれて返事ができないこれはアンテナってものですレシーバーってものはあとで買ってきます淳平に果たしてラジオのセットを全部買う意思があったかどうかはわからない おのご機嫌をとるために田舎者にはちょっとめずらしく見える銀色の針金だけを買ってきたのかもしれないとにかく淳平はそのギラギラ光るアンテナ用の針金を壁の帽子かけへ投げるように引っかけて再びぷいと外出してしまったおいしは泣きたくなったもう淳平を信じることはできない このままでいると、今に200円を、みな取られてしまうだろう。田舎の家へは、あれだけ立派な口を聞いても来たし、せめて三月くらいは、東京にいてから帰りたい。ああ、来るのじゃなかったにょ。お医師はどうしていいか、途方にくれた。で、さしずめ、残りの金を取られない算段をしようと思った。 順平から言われれば、口のうまさにつられて、どうしても出してやることになる。隠しておいて、なくしてしまった。そういうよりほか、ないと思った。どこに隠そうかと思って、あちこち探すうちに、天井へ目をつけた。机をあそこまで持っていって、天井板を一枚押し上げよう。あそこなら大丈夫だ。 机に乗ったが天井へは手が届かない。本箱から洋書を出して積み重ねた。やっとのことで新聞紙に包んだ札束を隠すと天井板を元通りに直し、本の上から足を下ろそうとしたが、その途端である。洋書がつるっと滑って、お石は前へよろけた。純平が 帽子か,けへかけていった買ったままのアンテナ線、ぐるぐる大きな輪に巻いたのがどうしたものか2本のくぎにわたっていてお医師はそこへ自分の首を持っていったのである「バタ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 」お医師はしきりにもがいた田舎から兄が来た時にお医師が家をどんな具合で出ていったかは分かったけれど やはり自殺の理由はぼんやりしているなあぺ平おっかさまは150円をなくしたのかもしれねえぞそれで気を落としたんづらい俺はおっかさまを東京へよこすのじゃなかったそうですねそうでしょうよぺ平はそう返事をして涙をポロポロこぼしている 兄の顔を見ていたその3老婆とネズミ「70」という声を聞いて元禄ばあさんはめっきり弱ってしまったその年のお彼岸にはそれでもまだお寺参りに行くこともできたしおはぎを作って仏壇に備えるだけの元気があったお盆になると ももうとてもそれができない。お墓へ玉迎えに行くのがやっとのことでお供え物もろくに作らなかった雨戸を締め切りにして寝ていた方が楽であったおばあさんの本当の名は滝雄というのだが村の人たちは誰も滝おばあさんとは呼ばない元禄ばあさんそれで通っている むろん元禄というのはこのおばあさんの連れ合いで今から二十年前に監獄で死んだ死刑になる前の日にどういう隙を見いだしたものか自分で首をくくって死んでしまったでそれ以来おばあさんは一人っきりで寂しく暮らしていた元禄がよあいつはまあ死ぬところで死んだってものだ だが元禄ばあさんもよ、どうせろくな死にざまはしまいてな。村の人たちはどうかするとこんなことを言った。おばあさん夫婦がどれだけ残虐な性質を持っていたか、またその一生涯のうちにどれだけの悪事をしてきたか、それはわざとここには言わないが、元禄が監獄で、 首をくくって死んだ時おばあさんもまた監獄にいた元禄のことを聞かされてしなびた唇をビクビクと動かせただけだったそうだがとにかくその後2年にしておばあさんはシャバに出てきたわしもな年はとったし今までの業がつくづく恐ろしくなった 村の人には憎まれたくねえて、これからせいぜい仏いじりでもしますでな、お仲間にしておいておくれなよ。海岸にあるその村へ、おばあさんは帰ってくるとすぐにそう言った。会う人には誰にでもそう言って目をしょぼつかせた。事実、おばあさんはそのつもりだった。 すれあいの元禄じいさんのことにしても、考えれば考えるほど、ああした死にざまをするのが当たり前だと思った。それだけにまた、元禄じいさんがいとおしく、朝晩のお勤めも十分にして、せめて大教官地獄とやらへだけは行かせたくないと念じていたものだが、自分が死んだら、一体誰がお水をあげてくれようぞ。 生きている間、そうだ追いさらばえた自分の息が続く間だけでも後世を願っておかずばなるまいおばあさんはできるだけ現世の悪行を薄くしたいと思っていたおばあさんがそのつもりになったけれど村の人たちは相手にしなかった元禄ババアメ何をブツブツ言ってるんだろう お経だとよ、仏心が出たのだとよ。何を鬼婆婆名、年を取ったからいいようなものの、あれでまた何をするか知れやしねえぞ。村の人たちは、誰一人おばあさんを信じるものはなかった。駐在所の巡査からの言葉もあって、村の人はおばあさんを追い立てなかったし、畑を売った金が、 いくらか手にあったので、おばあさんはたった一人きりでも、まず食うには困らずにいた。で、七十になってその年の夏、おばあさんはひどく弱り込んできた。どうせもう村の人に付きあってもらおうということは諦めていたけれど、元禄じいさんのお墓参りは続けるつもりだったのが、今はそれもできない。 お向かいにある米屋へ米を買いに行くのがやっとこさで、1週間くらいぶっ続けに寝堂したこともあった。寝る日の方が多くなったころ、おばあさんはふと大きな慰めを見出した。壁の穴や押し入れの隅からちょろ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 と出てくるネズミである。ネズミとお友達になろう。 おば「ねずみはなかなか人になれなかった。終われないものだからだんだんずうずうしくはなってくるけれど、おばあさんがちょっと身を動かすと、パーッと逃げ散る。おばあさんが眠ったふりをしていると、大胆なやつが枕元へ来る。時によると、しわだらけの顔の上まで登ってくる。 それでも目を覚ますとたちまち逃げた。だが、一週間たち、10日たつうちに、ネズミどもはおばあさんを次第に信頼してきたように見えた。本当に信頼したのか、それとも見くびったのか、それは誰にだってわからないけれど、とにかくネズミはおばあさんを怖がらなくなった。寝床でおばあさんが、 もぞりっと身を動かすとネズミはキョロッとして首を振るけれどたった2尺ほど走っただけでこちらへ向き直るおどけてひげをかいて見せるやつもいたおばあさんが喜んで枕元へ集まる56匹のネズミのために切ない体を動かしては何かと餌を集めておくとネズミの数はだんだんに増した 5匹が10匹となり20匹となる産んだのか集まったのかひとつきほどのうちにおばあさんの家はネズミで真っ黒になってしまった村の人たちは何も知らなかった相変わらずおばあさんのところへは誰一人お客さんが来ない雨戸がもう長いこと閉まってるが何 まだ生きてはいるよ。生きてるのなんのって昨日は米屋へもち米を買いに来たそうだ息をせいせい切らしてはいたがな何でも3日目に2升ずつ買ってくとよほう、鬼婆婆麺まだえらい元気だな村の人は肉肉しげにこんな噂をしあっていた 8月10日の朝元禄ばあさんはひどく体のだるいのに気がついた。吐き気があって熱がある。頭が痛いな。そう思っているうちはまだよかった。恐ろしく暑い日でセミがじんじん鳴いている。おばあさんはありったけの布団を出してみたけれど、それでもひっきりなしにガタガタ震えた。 顔の前のネズミがむやみに大きく見える。猫のように膨大な一匹がキューっといって自分の額に飛びかかってくる。おばあさんはそれを追い払うこともできなかった。夢ともうつすともなく、おばあさんは薄暗い部屋の中をのたうち回って苦しんだのを覚えている。 じゅうに腫れものが一面にできてそれをボリ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 ひっかいたのを覚えているそして「ああ夜になったぞ」そう思ったのを最後としてそれっきりすべてが不明瞭になってしまった翌日の朝まで生きていたのかそれとも その夜のうちに息を引き取ったのか、それは最後まで解決できなかったことである。元禄婆さんが米を買いに来ないというので、まず米屋の亭主が騒ぎ出した。外から雨戸に耳を押し付けると、確かに何かの音はする。それでもどこか様子が変である。 亭主は思い切って中に入ってみたあっ亭主はのけぞるばかりに驚いて青い顔をして巡査駐在所に駆け込んだ巡査お医者さんそして消防隊の組長みんながどやどやと元禄ばあさんの家に乗り込むネズミ布団肉骨 歯茎そして昇骨人々はワッと言って一桟に逃げ出したそして話はまだあるのだ村の人々はたった三人だけを残して皆ペストで死んでしまった